こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題は、こちらも質問ですね。ここ最近一時期と比べて金の価格が下がりましたが、アンティークコイン投資においても影響はありますか？価値や販売値が下がらないかということです。で、1つ目、金の価格は造幣局の販売価格には影響する。2つ目、金の値上がりはテレビなどで取り上げられ総数は増える。3つ目、アンティークコインには全く影響しない。4つ目、モダンコインには初期の売価の部分の影響はあるということで、この4つのテーマについて話をしていきます。まあ、金の地金のことですね。まあ、これが2020年ですかね。まあ、結構一気に跳ね上がったんですが、その後少し落ち着いていて、今おそらく1オンスですね、31グラムぐらいで、1オンスで1800数十ドルっていうのが今の金の地金の価格です。で、1つ目、金の価格は造幣局の販売価格には影響するということなので、まあ、これ、US ミントだろうが、ロイヤルミントだろうが、他の国のミントだろうが、当然、金の地金から、コインをこうプレスして作っていくので、金の地金自体が高くなると、当然、販売価格はそれに対して値上がりしていきます。逆に下がると、販売価格も下がっていくので、まあ、その意味合いでは全く影響がないというわけではないです。なので、まあ、金が高い時に買えば当然高いし、安い時に買えば安く買えるというのが、まあ、大前提としてあるという感じです。で、問題2つ目ですね。金の値上がりはテレビなどで取り上げられ、総数が増えるということで、やっぱりテレビの影響というのはものすごく大きくて、その、まあ、例えば、今から温泉に行くみたいな番組があれば、当然温泉宿の予約が入り、ヨーグルトとかが体にいいとか言うとヨーグルトがいきなり売り切れたりするんですね。なので、この金の値上がりっていうのは非常にテレビニュースとか新聞とかのニュースになりやすいので、そうすると、金を買っといた方がいいみたいな人がやはり増えてくるんですね。で、まあ実際にその、まあ、メープルリーフみたいな何枚でも出ているものは別に需要と供給には影響しないんですが、やはり、このモダンコインみたいに発行枚数が限られているものは、人が集まれば集まるほど当然売り切れてしまって、まあ、値段が上がっていくという傾向はあります。まあ、かといってこの今値段がちょっとまあ落ち着いている状態で、この影響があるかないかっていうと、まあもうどっちかっていうと、その金の価格の上げ下げよりかは、そのアンティークコイン、モダンコインを買いたい人が増えていってるので、まあそれに対して非常に影響を受けてる感じです。で、3つ目、アンティークコインには全く影響しないということで、まあアンティークコインだと、本当に3グラム、要は1ダカットとかっていう単位の3グラムぐらいの小さいコインが本当に数百万円したりするので、まあ、普通に考えたら3グラムっていうのは、大体2万円とかの価格帯が金の地金の価格なので、まあ、それとは全く影響しないです。その金が上がっていようが下がっていようが、アンティークコインは人気のものはどんどん高くなっていくし、人気がないものは逆に値段が放置されたような状態っていう感じです。なので、まあ、モダンコインは最初の売価とかテレビで取り上げられるとそこに人が集まってくるので非常に影響を受けるんですけど、アンティークコインはもう全く関係ないという感じです。4つ目、モダンコインには初期の売価の部分の影響はあるということで、まあ、これさっきの販売価格と同じような話なんですが、当然販売価格が上がると、まあ、それを買って今度鑑定に出して70がつくとか69がつくとか68がつくとか、まあ、こういうグレーディングがついていくわけなんですけど、販売価格が高いからグレードがついたコインも高かったりします。なので、もともと売られていた価格が高いので、実際に70がついたとしても、値段が高く売られるっていうことなので、モダンコインの場合には、そのような影響があります。今エリザベス女王の肖像って第5肖像なんですが、第4肖像のコインっていうのが、結構あるんですが、第4肖像のコインっていうのがその高い値段で売られていたものが多く、その元々の金の価格に対して
高い値段で売られていたものが多く、そういった意味では、今も市場に出ているものが値段が高いっていうことがあるというのが特徴です。まあ、なので、まあ、これ、まあ、厳密にビットコインみたいにすごく上げ下げするわけではないんで、せいぜい本当に100ドル、200ドルの世界なんで、1万、2万の世界なので、1オンスあたりですね。まあ、それほど大きく影響しているかというと、そんな感じではないんですが、一応、金が、値上がりすると、本当に世間がざわざわして賑わっていくので、それで人がいっぱい入ってくるので、影響はあるという感じですね。まあ、これ、よく例えに出るビットコインとかも一緒で、世間が賑わってる間は人が集まってくるから値段上がってるんですけど、これ本当に下がってった時に、もう逆回転し始める可能性があるので、ここちょっと気をつけておいた方がいいかなっていう感じですね。そろそろまとめです。1つ目が、まあ、要は今回金の値段がコインの市場にどれだけ影響するかっていうご質問だと思うんですけど、1つ目が造幣局の販売価格、要は定価に影響するので、モダンコインについては影響が高いという感じです。で、2番目が金の値上がりは、テレビとか新聞とかネットニュースがだんだんざわざわしていくので、実際にまあ、例えば田中貴金属にすごく金の購入客が殺到してますみたいなニュースになると、いや自分も買っといた方がいいかなっていうふうにやっぱりなっていくので、そういった意味では非常に影響を受けます。で、3つ目がアンティークコインには全く影響しないっていうことで、まあ、アンティークコインはもう全くもう別物と、金の値段が反映するのではなく、あくまでも芸術品だというふうに考えておくといいかなっていう感じですね。だからまあ、金でできたキャンバスに描かれた絵なのか、金でできた造形された、彫り物なのか、彫刻なのかみたいなのがアンティークコインの世界です。4つ目、モダンコインには初期の売価の部分の影響があるということで、まあ今言ったように定価が高く売られているから、実際に70グレードがついたとしても、その分のプレミアムがついているんで高いという影響はありますと。ということで、今日の動画が面白かったためになったという人は、ぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄ですね、コメント欄。まあ、ご質問いただけるといろいろ動画も作りやすいので、まあ、積極的にご質問があれば書いていただければと思います。あと、まあ、これもよく言ってるんですが、2020年の12月20日ぐらいからですね、LINE にご登録していただいた方に、私から LINE がまあ5、6通届き、あと動画が1本見れるようになってます。で、これ動画を見ると、個別相談っていうのを Zoom で今、水曜日と木曜日と日曜日に1日2人だけ30分間オンラインで、もう本当1対1なんで、恥ずかしがらずに、本当に聞きたいことを聞いといた方がいいので、下手に買って失敗する前に情報を得て、その上で買っていくのがいいというふうに思うので、ぜひその Zoom で個別相談も申し込みいただければと思います。まあ私から売り込みとか一切しないので、まあ、本当にご質問としてあるのは、買ったけどこれどうですかっていうのと、買いたいけどどういうふうに考えればいいかという話と、もう本当に eBay で買ってヤフオクで転売してるけどどうかとかっていう話とか、まあ、資産家とか経営者の人が、ポートフォリオにしつつ自分でも、売れる道を模索するとか、まあ、このパターンが、ほぼ占めているので、まあ、当てはまる人は、まず質問して個別相談申し込んでから自分がどういうふうに進めていくのかっていうのを決めていけばいいと思います。まあ、これ本当コインの世界って、まあ、私もこれ本は2冊しか出してないですけど、まあ、出版するっていうのは結構力技なので非常に時間がかかるし、大変なんですね。なのでまあこれ YouTube でいろいろお伝えしてってはいるんですが、なかなか本当に、まあ、正直な話、正しいことを喋ってる人がいないので、何が正解で、何が儲かる道かっていうのをよく聞いてからエントリーしていった方がいいというふうに思います。なので、まあ、個別相談もしご縁があれば申し込んでいただければと思います。あとまだチャンネル登録されていない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。